奈良の郷土料理茶がゆ、抹茶の粉を添えた、もの茶がゆとは米を茶で炊いたかゆ。茶がゆは茶を用いて作られるかゆの総称で、米の他に、野菜や芋も、豆を入れることが多い。江戸時代においては、カテ飯の一種だったとも考えられるが、作り方によってはごちそうともなった。地域によって、自家製の番茶、ほうじ茶、粉茶が用いられ、塩加減も異なる。 東海地方異性では普遍的な食べ物だが、特に、奈良茶貝は古くから有名である。奈良県、和歌山県、三重県の伊賀では、昔から、おかさんの愛称で親しまれ常食となっていた。小樹類園の飲食部六の項には、山との国は、農家にても1日に4、5度の茶貝を食する。聖武天皇の御よ、なんと大仏ご根竜の時、 民家各か雇かを食して米を食い伸ばしご造営のお手伝いをした。以降ならでは茶粥を常食するようになったとある。また、お水取りとして知られる、東大寺二月堂の修辞会は752年から今日まで途絶えることなく続けられてきた行事であるが、期間中の連行像の食事の献立を記したものに、揚げ茶、ごぼなどの記録が残る。特別な呼び名が付けられているが、 揚げ茶とは茶が湯を煮て汁を取り去ったもの、午後は茶が湯の汁の多いものである。これらの記録からも、大和では1200年以上前から茶が湯が食べられていたと考えられる。奈良県の一般家庭では、木綿の茶袋に包じた粉茶を入れて炊き出し、冷やご飯を入れて炊くことが多かった。大和では昔はご飯を、 晩般きにする家が多く朝の冷やご飯を利用したもので、これを入れおかゆといい、米から炊く茶がゆを揚げ茶がゆという。おかいさんはいろいろな食べ方ができる。おかきや餅を入れたり、季節によっては、さつまいも、栗、小豆、そら豆を入れたり、また、夏は冷やして食べるのもおいしい。昔から、山和の茶がゆ、京の白かゆ、河内の泥食い、 と言われおかゆの硬さや食べ方も土地柄があるが、山との茶がゆは粘りがなく、さらっとしている。奈良県では塩分が多くサラサラして熱い茶がゆを常食にするから、胃海洋になり、海洋から癌になるので胃がんの死亡率が高いという説から、1954年に茶がゆの廃止が呼びかけられたことがあり、また思考の変化もあり、常食は少なくなっている。 明暦以後、17世紀の中頃には、奈良茶粥は、奈良茶という料理として、江戸で売られるようになった。料理物語にも収録されている。この料理は、評判となったが、江戸人の好みに合わせて、水気を減らした県状に変化し、奈良茶飯に至ったとみられる。昔から西日本では、庶民の食事として、貝食が一般的であったが、中でも茶貝は、 近畿から山口県に至る西日本各地、また北前船の影響からか、能登から青森、仙台まで広がっている。九州地方で、茶がゆが食べられているのは、佐賀県、福岡県の一部地域に限られ、四国地方には、茶がゆという表現がない。鍋に水を煮立てほうじ茶を入れた茶袋を入れに出し、洗い米を入れて炊く。あまりかき混ぜると粘り気が出るので、 尺紙で、時々上下に返すぐらいにし、表面の泡はすくい取って除く。米粒が、ふっくらとして芯がなくなった時火からおろしてしばらく、蒸らす。茶袋は、茶の色が適当に出た時に取り出すが、最後まで入れておいても良い。好みにより塩を加えて、味を整える。これは一例であり、炊き方は、地域や、各家庭の好みによる。ありがとうございます。